今日の動画では、ルータイスがよく PX とか TPI とか講演会の中で言っている、我々の思考はワーズピクチャーエモーションで行っているという、ここのそのポイントについて押さえてみたいと思います。いわゆる思考、我々の思考をするときにですね、言葉、ピクチャー、ワーズ、言葉ですよね。ピクチャーと絵というよりはどちらかというと映像ですね。ピクチャー、エモーション、情動。いわゆるそのワーズ、言葉によってですね、情動、感情が乗った、映像が引っ張り出されるということ。これは次のタイミングでアファメーションを実際学んでいただくことによって、その意味合いがだんだん分かってきますけど、その前提としてですね、我々は思考するときに、言葉、映像、情動というものが、こういうか、この3つの軸で、思考しているということをまず押さえておいてくださいということですね。で、ルータイス40年以上このコーチングを広げている中でですね、アファメーション、あとセルフトークのコントロール、そういったもので、いろんな効果を発揮することができるというか、世界の3300万人以上の人生を変えてきたというね、このコーチングの、肝の部分のど真ん中の一つですけれども、ここは、どういうふうに考えるか、言葉をまず覚えるということ、ワーズ・ピクチャー・エモーションという言葉を覚えるのもそうですけれども、この軸で、3つの軸で思考する、常に思考しているということを、まず押さえておくということですね。この中でよくルーが言ってたのは、とても映像が重要ですよって、このピクチャーのところですね。ピクチャーというと静止画に見えますけれども、どちらかというとショートムービー 動画というふうに捉えて、いただければと思うんですが、必ずその映像が出てきた時には、ポジティブなものであれば、嬉しいとか楽しいとかっていう、その情動が乗ってきます。で、これは、我々言語空間に生きているので、言葉で映像を引っ張り出すことができるわけですよね。ちょっと実験してみると分かると思います。例えばそうですね、皆さんがすぐ誰でも思いつくという意味では、そうですね、富士山とかね、パッとこう言葉を発することによって、いろいろ頭に描いている富士山は人それぞれ違うかもしれませんけれども、必ず自分の中にある記憶として、言葉をきっかけに、いわゆる非言語の、映像、もしくはその、カラフルな、もしくは山に、富士山に登ったことがある方は、山に登った記憶まで引っ張り出される。例えば渋谷のスクランブル交差点というと、結構行ったことがある方が多いかもしれませんね。そうすると、これ今欧米の観光客とかも必ず来るくらいな有名な場所になっているようですけれども、スクランブル交差点、一斉に青になってですね、四方八方から人が歩いてきて、わーっとこう交差していくんですけども、うまく誰一人こうぶつからないように歩いていくことができるというね、すごい状況をこう確認することができる。実際そうやって歩いたことがある方は結構多いと思うんですけれども、その感覚を思い出すでしょうし、例えば雑踏ですね、人がすごく多くてざわざわしている、で車の音が聞こえる、遠くの方で車のクラクションの音が聞こえるとか、人のこう、そうですね、渋谷のスクランブル交差点はおそらく、なんか広告の映像が流れてるの、音も流れてると思うんです。そういう雑踏みたいなのも一瞬にして、想起する方もいるかもしれません。ということで、渋谷のスクランブル交差点って言った瞬間に、その映像がバッとこう出てきて、映像だけではなく、音とか空気感とか匂いとかですね、そんなものも上がってくる方もいると思います。で、さらに言うと、そこでですね、楽しい記憶、例えば渋谷で楽しい、そういう、なんて言うんでしょうね、買い物をした記憶がある方は、そのスクランブル交差点を越えた先にある、例えばショッピングモールとか、そういうショップでですね、洋服を買った時の楽しい記憶とかね、あの時に何々ちゃんと一緒に行ったのねっていうような、楽しい記憶も一緒に引っ張られ出されるかもしれません。ということで、言葉を使うことによって、情動が乗った、もしくは五感の情報が乗った、映像、もしくは映像だけではなく、五感で全て感じるような、非言語の情報を引っ張り出すということですね。ということのからくりをまずは知っておくということですね。だから、それで思考している、常にそれがリンクしながら、頭の中で 言葉を、例えば本を読んでても、そういう映像を引っ張り出してくる、
まあ、例えば会社に勤められている方であれば、明日の会議どうするみたいな打ち合わせをしている時も言葉を会話しながら、やはり何かの映像を引っ張り出してきているということをまず確認してみてください。まあ、だからこれは基本的なところとなるので、次のですねアファメーションのところでこのからくりをどのように活用していけばいいかというところを押さえていくので、まあ今日のところは我々の思考はこの3つの軸、ワーズ、ピクチャー、エモーションで思考してますよというところだけをしっかりと押さえて置いてください。だからまあ言語空間に生きていると言われながら、非言語情報を一緒に、言葉によって非言語情報をたくさんこう引っ張り出すということを自分なりに確認してみるといいと思います。今日は以上です。ありがとうございました。